私の大好きな安藤博重の描いた名著の百景、その場面が今どうなっているのか、実際にその場所を訪ねて新旧を見比べてもらってきました。この目録では119景の広重の作品を季節ごとにまとめ、昔と今の景色だけをダイジェストで紹介していきます。その4回目は秋の部の2として86景から98景までを紹介していきます。086、四谷内藤新宿。これは新宿三丁目の交差点あたりから新宿通りの四谷方向を見た絵です。当時は甲州街道の最初の宿場内藤新宿として栄えていた景色で、左側には茶屋が立ち並び、江戸郊外の歓楽街としても隆盛を極めていました。現在は新宿駅東口から四ツ谷方向に向かう道路として、日曜日には歩行者専用道路としてにぎわっています。この道路の地下には新宿三丁目駅があり、地下鉄の乗り換え駅としても機能しています。087、井の頭の池、弁天の社。吉祥寺駅南側にある井の頭公園の井の頭池を弁財天越しに北方向を見た絵です。江戸時代初期にはここの水を神田川経由で江戸市中に引き込み、生活用水として使っていました。弁財天はほぼこのような形で松に囲まれて残っていますが、実際の井の頭池はこんなに広くありませんでした。現在ではさらにびっしりと周りを住宅やビルが取り囲み、都市の中にある小さな池として見えてしまいますね。088、王子滝の川。石神井川は王子のあたりまで行くと切り立った岩盤の渓谷を流れていて、江戸時代から風光明媚な場所として有名でした。特にこの滝の川あたりは春は桜、秋は紅葉の名所としてたくさんの人が訪れていました。今では三面五眼のしっかりとした都市河川となっていますが、絵の中にある金剛寺は写真中央にある大きな屋根のお寺です。089、上野山内月の松。上野の山の清水観音堂の脇にはくるりと丸く曲がった松があり、その松越しに忍ばずの池を見たのがこの絵です。広重の絵には忍ばずの池と中島弁天堂、対岸の池の旗に立ち並ぶ町屋が描かれています。最近この月の松と言われた松の木が再現され、清水堂の舞台の下に植えられています。この写真はその松越しに中島弁天堂を見たものです。090、猿若町夜の景。現在の浅草六丁目には江戸時代に歌舞伎興行が許された
猿若町という芝居の町がありました。吉原、日本橋大菓子、猿若町は一日千両が動くと言われた江戸の経済を支えた町でもありました。絵の右側には江戸三座が並び、その向かいには芝居茶屋が軒を連ね、大変なにぎわいを見せていました。それが今行ってみると、どこが芝居の町だったのかというぐらい、まるでその形跡はありません。091受け地秋葉の境内、現在の向島四丁目あたりに受け地と呼ばれる村があり、そこに遠州秋葉神社を勧請した日よけの神社がありました。この神社は楓や松に囲まれた広大な池が有名で、季節になるとたくさんの江戸市民が訪れていました。しかし今規模は縮小され、道路が通り、住宅が取り囲み、池もなくなっていて、社殿だけが細い路地の奥にひっそりと佇んでいます。092木母寺内側本千載畑、今の東白髭公園には内側という入り江が入り込んでいて、その入り口ぐらいに梅若伝説で有名な木母寺と松に囲まれた有名な料亭がありました。この一帯は江戸市民なら誰でも知っている有名な場所で、広重はそこを芸者姿も添えて絵にしました。今では木母寺が移転して残っているのですが、入り江は埋め立てられて普通の公園になっているので、描かれた料亭がどこにあったのかすら分かりません。093新宿の私。江戸時代、水戸街道を進んでいくと、亀有の先で古利根川、現在の中川に突き当たり、そこに私がありました。渡った先に新しく宿場ができたので新宿と呼ばれていて、料亭なども立ち並んでいました。現在は伊東洋華堂の駐車場の先に中川橋というのがかかっており、その先右に曲がると現在の拡張された水戸街道に合流しています。094ママのもみじ、テコナの社、継ぎ橋。市川のママは万葉集の頃から知られるテコナ伝説の名所で、そこを見下ろす愚峰寺はもみじの名所でもありました。テコナは二人の男性から求婚され、悩んだ挙句に入水してしまう悲劇の美女伝説です。広重は愚峰寺のもみじ越しに、当時入り江に囲まれていたテコナ霊道とそこに至る継ぎ橋を描いています。現在愚峰寺の上から見ても住宅街しか見えず、遠くに市川駅の駅ビルが見えているだけです。095河野台利根川風景。河野台は利根川が削った断崖絶壁で、そこから江戸の町の先に富士山まで望める景勝地でした。
江戸からは一泊で遊びに行く観光地で、当時ベストセラーとなった南総里見八犬伝ゆかりの地でもありました。現在では崖は川に削られて、川幅は拡張され、川べりは駐車場になっています。その写真に鴻野台の名前の由来となったコウノトリを入れてみました。096堀江猫座ね。当時利根川、現在の江戸川が妙見島を過ぎたあたりで、境川が東に枝分かれしていました。ここには堀江村と猫座根村が向かい合っていて、塩と人間の輸送拠点の港でもありました。広重はその2つの村と遠くに富士山を描いています。現在の浦安あたりの境川を下流から見た写真に秩父連峰をはめ込んでみました。この方角からは富士山は見えないからです。097小名木川五本松。小名木川は隅田川と中川を結ぶ物流のために作られたほぼ直線の運河です。この運河の猿江あたりに5本の松が植えられていましたが、4本が枯れてしまいました。残った1本の枝が小名木川までかかるほどせり出し、立派な松として有名になり、それでも5本松と呼ばれていました。今は近所の小名木橋のたもとに代わりの松が植えられており、その存在を示す看板だけが残っています。098両国花火。江戸幕府は享保の飢饉と江戸のコレラで亡くなった人の弔いのために両国橋で花火を打ち上げて、これがその後の夏の年中行事となっていました。広重は下流で鍵屋が打ち上げている花火とその見物に訪れた川の船を描いています。写真は同じ場所から見た両国橋の夜景に今は打ち上がることのない花火を埋め込んでみました。